どうもトワズルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日は無課金でプレイしているこちらドズ2からねお送りしていきたいなと思います。さっきねプロフィール見ててびっくりしたんだけど、ドズ2もうクラロが2年間プレイしてるらしいサブアカなんでそんなにやってるかなっていう感じなんですが、実は意外とね、もう2年間もプレイしていると、いうことで、もうサブアカって言っても、かなり年季入ってんなっていう感じなんですが、今日もドズ2のトラゲー頑張っていきたいなと思います。今シーズンねペースが良くてまだ3週間近くあるんですが4400乗っているんでね、このペースで、最多トロフィー更新、今のところ最多トロフィーが4660ぐらいかな、なんで4700いけるように、今シーズンは頑張っていきたいなと思います。ということで、いつものデッキですね、こちらのデッキ。あ、結構コメントとかでポイズンをファイアボールにしたらどうとか言われるんですけど、替えがねレベル的にきついんですよね。あ、プリンスレベル11になる、プリンス採用。最近結構ここの、ホグプリンスとかも増えてきてますからね。まあ、メガナイトはでもエリートバーバリアンに対して絶対絶命の、防衛力を誇ってるから、まあ、難しいですね。あ、でもプリンスありだな。ちょい、メガナイトのところをプリンスに変えてホグプリでも練習してみようかな。最近結構プリンスは、私の中で来てます。最近私の中で、おしゃれだなって思うカードランキング、プリンスと、あと、ライトニングドラゴン。あれが来てますね。やっぱその人その人の流行りってあるじゃないですか、やっぱり。よいしょ。ここはインフェルノタワー持ちか。インフェタワーがね、結局強いんですよね。施設をたくさん持ってると、やっぱホグライダーが通りにくくなるので、特に格上だと。これどうしたもんかな。ちょっとここは、おっと、ホグライダー来た。あー、これどっち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 。メガナイト行くか。ちょっとメガナイト出してさらに2発食らってしまうという痛みですが、ここで多分インフェルノタワーがもう1枚回らない？もう回ってる？さあインフェルノタワー対策で、ここで多分インフェルノタワー回ってるんで OKOKOK。 さあザップを打って通して、さあエレクサーないはず、おいしい、ありがとうございます。1発2発、左落ちましたかね。あー、うまく防がれた。まあでもエレウィズ使わせたし、さらに右のプリンセスがいい感じに入っていると。インフェルノタワーがもう来てるか、まあ、ここはちょっと様子見ましょうかね。でさらにポイズン打って、おいしいおいしいおいしい、ダメージリードは取っています。ここで慌てずに、どうしようかな。相手は多分ホグライダー展開したいと思うんですよね。プリンセスで邪魔しながら、で次のホグライダーにメガナイトで、メガナイトにインフェルノタワー使わせた後にホグライダーで分からせる。さあここでポイズン、危ねえ。ここあれですね、コウモリとかなんかで受けてたらもう最悪でしたね。で、おそらくここインフェルノターンで来るんで、インフェルノターン対策のコウモリ、来ない、なんでなんで、ヤンナハメ撃ってきた。まさかコウモリを警戒していたのか。インフェルノタワーが手札から消えた。インフェルノタワーの冷圧が消えた。よし、OK。ナイス。で、ここで右多分インフェルノタワーで受けてくるんで、マジでインフェルノタワー消えた。なんでなんでなんで、消えるとかある。インフェルノタワーの冷圧が完全に消えてるんだが、ポイズンかなんかで受けてくれよ右。いや違うか、全然わかんないですね。さあポイズン、ここはもうちょっと左守ってフィニッシュ確定ですね。守り勝ちしましょう。さあここ柳雨打ってくるか、打ってこない。あとホグライダーだけ、いや相手のちょっと意図がよくわかんない。さあここで止めて、止めてノーダメで抑えていく。さらにインフェルノタワー、あ、ここで来ましたね。よしよし、あとはもうポイズンで仲良く処理して、よし解消、いい感じ。いやこうやってねガツッと勝てると気持ちいいんですけどね。本当にクラロは勝てるといいゲームだけど、負けるとマジイライラが止まらなくなる。昨日深夜一人でトロ上げしてたら、もう本当にイライラが止まらなくなって。やっぱ夜に多いですよね。夜こう負けが込むと、本当にイライラが止まらなくなって、寝ながらやってたんですよ。ゴロゴロしながらクラロはやってて、で負け始めてちょっとイライラし始めて、でもういやいや、こんな寝てからやるとかけしからんとか言って、座ってやって、それでも負けて、もう本当イライラが頂点に達して、別ゲーに逃げました。はい。でもクラロワとかは結構やっぱ感情をねこう揺さぶってくるゲームですよね。いいゲームの証拠なはず。さあまだわかんないけど、バルキリー金色の王冠かぶってるのがポイントですね。バルキリー、もう最近カンストじゃみんなもう飽きたらんよと。カンストじゃなくてもうわしは
ゴールドにするぜっていう族が増えてますからね。いやーみんなレベルが高い。はーちゃん、うーわー、もう来る、ガンガン来るな。ここを美味しく処理させていただきつつ、アーチャーが勝って、でここは相手おそらく迫撃真ん中で守ってくる。ベビドーラ、あーこれちょっとコウモリさんたちがうまく処理されてしまいました。あ、でも美味しい。ここでポイズンで受けて、あーこのポイズン甘いな。ちょっと甘かった、ちょっと甘かった、ごめん、許して。いやー強い。ちょっとアイスイズとベビードーラが強いけど、なんとかよし、まあ、今んとこ若干不利だけどまだ勝てる。で迫撃を多分置いてくる、おそらく迫撃をね、置きたくて仕方ないはずだから。さっきメガナイトの防衛に迫撃を置いてなかったんで、来ないのかな。後ろからインドラ、ホグライダー飛ばしてもな、迫撃で守られていい感じに処理されちゃうから、うーん、難しいな。困ったちゃん、メガナイトで逆サイド注意ね。さあベビドーラ、ここポイズンかけてえな。ここで来ましたか。これちょっとあんまりあれですけどね、こっちのポイズンが美味しいけど。あーでもちょっと待って、ターゲットが外れてる。いやーやばい、ちょっと待って、タクイ強い、ちょっと待って、強くない、強い、お前ら強すぎる。おいしょ、ハゲを取りつつ、いやー勝ってーな。すべてのカードがレベル13。ここでバシッといって、ここで止めて、いやー自利品なのは変わりねえ、自利品なのは変わりないです。きつっ、ハイボでやられて、いやー行かれたか。これは GG、 ちょっと歯が立たん、このレベル差は。まあでもあれですね、レベルを言い訳にしないと言いつつも、これはちょっと無理わかりました、レベルで負けてもイライラしないことにします。もう最近ね、なんかもう何なんだろう、本当にレベル13に対する殺意が湧いてくるんですよ。本当にもう優しくいこう。この前ツイッターにも書いたんですけど、知り合いのね、尊敬する社長がいて、でその社長がこの前言ってたんですよ、優しいと優れるって同じ感じだから、その優秀と優れると優しいって一緒じゃないですか。だから優秀な人は優しいんだよねっていうのを言ってて、あ、確かになと思って、私も優しくありたいって最近心をかけています。でもクラロはイライラしちゃう。ここは結構コスト使ったけど、あーこれやばいかも、これちょっとヤバタニエンですね。あーでもいい、ここでファイブ使ってくれたら、ウィザードとかつけられるとね、これ本当に厄介なんだけど、おそらく大丈夫そう。あーザップが、オッケー、ザップ通っていい感じ、いいね。さあ今んとこノーダメで勝ってるよ。ペッカか、ペッカ嫌だな。ペッカ何が嫌って、ペッカの後ろにファルチやら、なんかウィザードやらね、なんか豪華なサブユニットがつくんだよな、それがもう本当に嫌だ。でも相手結構積極的に来ますね。ダックリ、おわお、フリーズ PPP みたいなやつなのかな、プリプリプリみたいな、プリプリペッカ来そうですな。ここでペッカ展開されるかな。でそこにインフェルノドラゴン、今のところインドラをリセットするようなエルウィズとか見えていないので、あーこれは美味しい、あーこれは美味しい、美味しい、こんな美味しいことがあっていいんですか。いやこれはいったんじゃない、これ左キングも落とせそうな勢いだし、ファイアボールが一応怖いけど、いやーベビドラ、いやでもインドラが入ってる、いいぞ、インドラ頑張れ、オッケー、ありがとうございます、よっしゃ気持ちいい、よしこれは美味しかったですね。相手がペッカでメガナイトを刺そうと思ったんですが、スカブルと、まあ私もたまにやっちゃうんでね、人のこと言えないんですが、さあクラウンタクラボ引いていきましょう。いや今の勝ち方マジで気持ちいいな。キングタワーを落としました。で次勝てばおそらく今シーズン最多になるかな。ちょもう一試合いきましょう。今シーズン最多が4461なんで、あと1勝いけばいくでしょう。いきます。
もう今シーズンはガンガンドズ2もドズルの方もね、トラ上げしていきたい構えでございます。ドズルの方は今ね、高回転のあれを練習してるんですよ。ラムライダー練習してるんですけど、やっぱむずい本当に。うわー、枯渇のあれか、インフェルノタワー型か、苦手だな。イエーイじゃない。いや強っ。これはちょっと強いな。インフェルノターンが回ってない隙にメガナイトで後ろから組み立てて、で相手を焦らせるっていう作戦だけど、おそらくナイトとかバルキリーとかで受けられちゃうんで。あ、バルキリー来ました。あ、でもレベルがそうでもない。チャンスなのか、チャンスなのか。あー、こっちか。いやでもいいポイズン、いいポイズンになった、いいポイズンになった。頼む。あー、そっちじゃねえ、そっちじゃねえ。ジャンプが、ジャンプしろ、ジャンプしろ、ジャンプしろ。いや無理か。いやー、フォグライダー持ってんの。んーで、あれだよな、インフェルノターが回ってるんだよな。あ、でもここはプリンセス出したら、これエリクサがない。めっちゃ焦って日本語が出てこない。おいしい、おいしいダメージ。ただこれはどう受ける。こっちもエリクサがない。やべやべやべ、これ終わったかも。終わったくさい、終わったくさい。あー、下手くそ、ごめん。攻めにエリクサを使いすぎて守るコストがないという典型的な初心者あるあるを発揮してしまいました。いやー、きついなー、これどうしたもんか。インフェルノタワーがまだ相手の手札にあるんで、ここは一旦プリンセスかな。キューンやって、おー、マジか。さあ、相手強いですね。ここはもう右は多分呪文で落とされる系。いや、ここは鹿チオ、ここは鹿としてメガナイトから形を作る。ここは無視できない。いや、でもここ無視しないといけないのかな。いや、でも無視したら負けるもんな。インフェルノターンをお持ちなんでね。さあ来ました、皆さんお待ちかねのインフェルノターンでございます。ここでさあ、メガナイトを通すイメージではなくて、あーっと、吹き矢が通った。いけ、あー、いつの間にか、いつの間にかホグライダーが消えている。いやつ、最近のやっぱトレンドはあれなのかな、インフルノタワーなのかな。いや、これは GG ですね。やられた、完全にやられた。くそー、俺は弱い。くそー、マジで。もう一戦いっていいっすか。ちょっと、もう一戦いきたい。まあ、勝ったり負けたりなんだよな、永遠に。永遠に勝ったり負けたりですね。まあ、今のさっきの敗因は、途中ちょっと調子乗って攻めすぎた結果、あれでしたね。守る布陣ができなかったな。最近思うのが、やっぱ上手い人って、次の手の、さらにその次の手まで、こう考えてるじゃないですか。私次の手までしか読めてないんですよね。次どう守るとかしかまで守っ、あれしてないから、次の次この形を作ろうみたいな、2手先を読めることちょっと意識しよう。メガナイトで守って、でおそらくここは相手墓石がまだ回ってきてない。いやー、マジか、そんな入る。レベル13のホグライダーたくましいな。ここで多分ユニットで守ってくるでしょ相手。これがきついと。ああ、なるほどね。インフェルノドラゴン。あっち行け、あっち行け。オッケーオッケーオッケー。このザッパー美味しい。なんならここは攻め時。ああ、1体の、2体残ったか、もったいない。今残らなければインフェルノドラゴンが右のタワーを落としてくれていた三段だったが、それでもなお強い。美味しい。オッケー。さあ、ダメージリード取れたんで、こっからはもうちょっと守りでいきたいけど、まあ、とはいえ相手のレベル高いからな。うえー、ババ親ここで、嘘でしょ、ブヒブヒじゃねえよ、マジか。ここに来てのババ親、ホグライダーがいますよね相手。まあ、でもババ親昔ほどの凶悪さはなくなりましたよね。めちゃめちゃマイルドになった。
バーバリアンだって10パー以上下方されちゃったもんな。うぃ、やべやべ、それはやりすぎ、それはやりすぎだわ、怒られるぞ先生に。え、ザップ持ってたよな。いや厄介だわ、普通にシンプルに厄介。さあここはホグライダー抑えつつ、まあでも大ダメージ受けなければ、残りどっちのターンも2000はあるんで、大ダメージさえ受けなければ大丈夫。これはえぐい。ちゃんと小屋を潰しつつ、さあここ、あ、やばい、ここ止めて、危ねえ、大丈夫大丈夫、見えない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 、大丈夫 OK。 あ、やばい、これやばい、ホグライダーを止めて、誰かホグライダー、あ、メガナイト、ちょっと待って待って、ザップくるザップくる、おいし、なんとか止めた、危ねえ、え、そっちクラッた、危ねえ、いやでも大丈夫、右は多分時間的に抑えられるはず。 OK、 危なかった、グッドゲーム。いや最後の敵も初めかなりリード状態からババ小屋からのババ小屋ミラーっていうえげつないこうコンボを繰り出してきましたね。4443惜しい、4444まであと1というところなんですけれども、じゃあ本日のね、ドズ2のトラゲこんな感じにしときましょうか。いやーやっぱ苦戦するな、まだ早いんでね、てか言うてドズルの方もまだトラゲ5000いってないんで、まだまだね、こう普通にいつも最多が5200とか5500とか行く人もこのトロ隊にいたりもして、まあ、結構こう苦戦はしていますが、まあ、引き続きね、またぼちぼち頑張っていきましょう。いやドズ2はねちょっと動画の更新頻度を上げていこうと思っているので、またね、4000トロ隊で一緒に頑張っている人、頑張っていきましょう。で今月末またあれがあるんですよ、ゼロからレジェンドの生放送がありまして、ゼロからねトロフィー4000まで、1日で上げてしまうという企画がございますので、まあ、それにも向けてちょっといろいろな出来、調整したいなというところで、まあ、環境の調査もね頑張っていきたいなと思います。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。